り監督に行って行かせてもらおうかな。リアウィングの調整がなってない。参戦のコースはウィングの角度一つが勝敗を決めるんだ。そのくらいプロならわかるだろう。すいません新庄さん、こいつのミスは私のミスです。許してやってください。許す？どうしてくれ。俺は謝ってもらいたくて言ってるんじゃない。プロならプロの仕事をしてくれと言ってるんだ。もういいわ。みんな仕事に戻りなさい。くそ、誰のおかげで3位に入賞できたと思ってるんだ。そのことを忘れて偉そうにやられるか。あなたスゴアスラダチームのメカニックチーフだったわね。私に何か？あなたうちで働いてみない？私が？こう言っちゃ悪いけど、弱小チームながら5位に入賞。メカニックとしてのあなたの腕はそう悪くないと思って。ミスを犯すような人間はチームにいらないわ。ずいぶんはっきり言うのね。当然のことでしょ。違って、メカニックの代わりはいくらでもいるけど、私はあなたの腕を高く買っているの。気が向いたらいつでも来て。みんな、あとは私がやる。励まされた？ええ、1年前スゴアスラダチームが新しくスタッフを募集したんです。僕もミキさんも入ったばっかりの頃だったんですが、無名で小さなチームだったので人がなかなか集まらなくて、その頃ミキさんの口から聞いたんです。全然スタッフ集まらないね。ええ、やっていけるでしょうかこのチーム。マキさん、あんたどうすんの？チームに残る？どうしましょう。ミキさんは？私はオーナーが解散するって言わない限り残るよ。私は世界一のメカニックになりたくて、スタッフ募集があるたびにいろんなチームに応募したんだ。でも若すぎる、女のメカニックはいらないって、どこ行っても門前払い。すっかり落ち込んじまったよ。ねえ、Gグリップって女の子だけのロックバンド知ってる？いいえ。そんな時そのバンドの歌を聞いてね、励まされたっていうのか、諦めるもんかって気になったんだ。どんな歌詞だったんですか？ん？見てるだけじゃ何も始まらない、やるしかない、そう気づいて、できないと思ったらいつまでもそのままさ。なんか元気が出てもう一度アタックしようって。そのチームがここだった。そう、監督もオーナーもそれほどまでにメカニックになりたいならって、女の子だからどうのなんて一言も言わなかったよ。うん。だから私はここに残ってやれるところまでやってみる。そんな思い出があったら何を置いても行きたいでしょうね、今夜のコンサート。今からでも間に合うのにな。